はい、みなさん、こんにちは。広志の時事ニュースチャンネルです、えー。今日はですね、まあツイッター。 あとねあのとね、ヤフーニュースをね、いろいろ見ていたらですね、これですね、えー、亀田製菓とブルボンに過剰放送をやめて、てね、高校生が訴えたっていうね、えー、ニュースがあって、まあちょっとですね、まあ、このニュースに関して、まあ、ちょっとヒロシを見てみたんですよ。このね、亀田製菓さん、ブルボンさん、プラスチックの過剰放送をむ、ね、無くしてくださいっていう、このチェンジ .org ですかね、あの、このサイトを見たんですけど、まあちょっと非常にツイッターとかでもね、かなり反論がありましてね、ね、えー、高校生が起こした亀田製菓さん、ブルボンさん、プラスチックの過剰放送なくしてください、署名、ね、訴える先はなぜこの2社なのかなとかね、あと はですね、このグリコ盛り長、グリコ盛り長事件を得て、カシルリの個放送にメーカーが気を使うようになったんだよーとかですね、まあかなりですね、結構いろんな意見がね、ツイッター上にね、あるんですね。まあそこら辺もちょっとね、取り上げてみようかなと思います。はい、よろしくお願いします。で、まずですね、これ記事の全文読んで、で、その後にですね、もうこの高校生のね、あの子が、え実際にですね、ちょっと書いてあるこのページ、ね、あの今もう1万7952、えー、人が賛同してますね。あのなんかもう少しで2万5000人に到達しますって書いてありますけど、まあ、ここら辺も見ま Twitter を見てねちょっとやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしますということで読んでいきますね。はい 都内在住の高校生が、亀田製菓とブルボンに対し、プラスチックの過剰放送をやめるように呼びかけている。オンラインで署名活動を行い、1万7000人から賛同を得た。今は結構もっと増えてるね。高校生は4月28日に亀田製菓に、29日にブルボンに署名を提出するということですね。高校生たちは自宅でプラスチックゴミを整理しているときに、ゴミの量に問題意識を持ち、商品パッケージの過剰放送をなくすためのキャンペーン を立ち上げた、えー、署名サイトンあー、すみません、ちょっと、あのー、ヒロシ、名前が、英語はちょっと読めないんですけど、だからが、チェンジドット・オーグで、えー、っと、署名運動を始め、約2ヶ月で1万7838人から賛同の署名を集めたと、えー、いうことです、えー。企画した高校生は、4月28日に亀田製菓に、29日にブルボンに署名を提出し、意見交換を行う予定だというんですけども、ヒロシも、私、最初これ見たときに、んなんでおかしなんだろうなと思ったんですけど、 まあなんだろうな、やっぱ身近にお菓子があったんですかね。ああ、このお菓子の放送って、なんか一つ一つ、なんかもったいないよねポテ。ポテチとかポップコーンみたいに、そのまま入れとけばいいのにとか思っちゃったんですかね。まあちょっとわかんないんですけど、そこら辺はね。まあちょっとブルボンっていう、ブルボンのね、あのお菓子はですね、まヒロシはちょっと仏壇にねよく飾ってあるお菓子っていう感じなんですけど、はい。ということでね、もう一つ、これ。 えー、亀田聖菓さん、ブルボンさん、プラチックの過剰放送をなくしてくださいっていうね。えー、ちょっとこのページ、あの、これが多分原本というか、ね、元サイトだと思いますので、ちょっとこっちも読んでいきます。えー、これなんて書いてあるのレムス・ハフ、ハフポフさん何これレ,レムス・ハフポフさんって書いてあるのかなわかんない。宛先、亀田聖菓、一人の別の宛先って書いてありますね。えー、こんにちは。私は都内の高校に通う一年生です。あ、違うね、もうちょっと。 えっとこれね大きくしましょうかねスマホで見てる人とかいたらちょっと見にくいもんねはい大きくしましたはいえーこんにちは私は都内の高校に通う1年生ですえ子供たちから大人まで 私のような中高生ももちろん大好きなお菓子そんなお菓子を作ってくださっている亀田製菓さんとブルボンさんにお願いしたいことがあってキャンペーンを立ち上げますででんなるほどね現状多くの食品特にお菓子が過剰包装されていると感じますそれに加えて昨今はコロナにより外食に行けずテイクアウトや巣ごもり消費が増えていますその結果家庭から出る食品のプラスチックごみも増えゴミを整理する負担やストレスも増えているのではないでしょうかうんなるほどね 私も母親とプラスチックゴミの整理をしている時コロナで家で食事をせざるを得ないから家から出るゴミが多くなっちゃって困っちゃう、えー、ほとんどがパッケージのゴミだし家族も多い分何回もゴミ袋を買えなきゃいけないのは面倒だし、えー、こんな大量のゴミが出るとショックだなと話をしパッケージのゴミを少なくすることでこんな負担も減らせるんじゃないかなと考えましたうんなるほどね、はいえー、確かに私の好きなブルモンさんのブランチュールはお菓子自体の放送はもちろん、えー、周りの のパッケージそして下に引いてあるトレーにはでプラスチックが使われているためたった10個食べただけでこんなにも大量のゴミが出てしまいます、えー、無駄のないエコな商品のために家庭での工夫も呼びかけられてはいます、えー、しかしやはり商品自体のプラスチックの過剰包装をやめることでより効果的なプラスチック削減になるのではないのでしょうか、えー、もちろん美味しさや形や品質の維持も大切なので過剰なお菓子の包装やトレーなどのプラスチックゴミを減らす取り組みや、えー、プラスチックに変わる材料デザインを考え 考えていたただきいいですと、えー、いつまでもおいしくお菓子を楽しめるようにそしていつまでも地球を健康に守っていけるように、えー、私たち一人一人の力を合わせ今を変えていきましょうということでまあ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 なんていうんですかねあのよくできるあの意識が高い系の、ね、高校生の,、ね、あの非常になんか偏差値の高そうなですねあ高いかどうか分かりませんけど、ね、あのご意見でございました、ねまあ、とりあえず意見を言ってみようってねとりあえずまあ行動を起こしたというわけですね、はいでまあ、今回の,この,ねあの高校生のちょっと このキャンペーンに。 あの、ま、非常にちょっといい音なるちょっと待ってっていう方々がですね、まあ、ツイッターにたくさんいらっしゃるんですよ。ま、あ確かにヒロシもね、まあ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 、なんかあのー、なんだろうな、あの、ちょっと自分が気になってることをね、よし、やってみようって思ったのかなとは思うんですけども、ま、あやっぱりですね、ちょっとなんでお菓子が個放送なのかとかね、そこら辺のちょっと裏が多分わかんなかったんですよね。それをちょっと読んでいきたいと思います。これ、ヌエさん、よく見るんですけどね、ヒロシね。えー、高校生が起こした、あちょっとね、えー、と、高校生が起こした亀田聖菓さん、ブルボンさん、プラチックの過剰放送をなくしてください明、書面。 スタイル先はなななぜこの2社なの社かなと、ね、確かにそうですね。なんでだろう。え私が意識して見ていないだけで、えプラスチックの個包装は国内大手お菓子メーカーではこの2社だけなのかなえ問題にしたいのは個包装、プラスチックの使用ってね、えー、書いてありますね。そうですね。まあ多分なこの2つに選んだのはですね、なんとか広志の勘なんですけど、多分ですね、あの一応ランダムだと思います。広ロシは。はいあの。別に誰かに操られてるといか、そういうのはないと思いますけどね。多分ランダムで、あブルボンとかここら辺多いよねーっていう、多分そこら辺でやっちゃったんじゃないかな。まあいいや、とりあえずリツイートしておきます。はい。あ ヒあのツイッターやってますんでもしよかったらあのフォローしてくださいよろしくお願いしますであと野沢さんですかね、えー、高校生では事件を知らないのも無理はないがグリコ森永事件を得て菓子類の個包装にメーカーが気を使うようになったのよね、えー、加えて日本のような高温体質の国は、えー、乾き菓子がよくしける、えー、お菓子の個包装にはそういう対策もあるのよってね、えー、書いてありますね あの特に無意味にプラスチックの、えー、となんていうんですかね、そういう放送をね、あのなんか無理やりやってるっていうか、そういうわけではないんだよっていうことですね。まあその通りですね。はい。えー、ちょっとこれもね、一応リツイートしておきましょうか。ね、えっ、ー、と、それから、個包装をやめると、髪の毛や小さな虫が入る異物混入に対し、メーカー側、消費者側、両方にとってのダメージが大きい、い、えー、これは昔、洋菓子業界にいた自分の経験則でわかりますということですね。なるほどね。まあ大変、まあ、その通りだなという意見でございますね。はい。で、あとですね、えー、これがですね、えー、ソさんかなギブ ジョブさんなるるほどジョブを求めてるんですね、えー、なんかブルボンは話題になっているがブルボンが新潟に本社を備えているのは、えー、創業者が、えー、関東大震災時にお菓子会社が関東を一極集中していたため深刻なお菓子不足になったのを見て、えー、いざという時に地方にお菓子の拠点がなく,、えー、なくばならないというね崇高な理念からなんだって、ね、書いてあります、ね、あそうだったんだ全然知らなかった、ね、頑張ってください灰になるまでって書いてありますねあブルボンあこういう漫画があるん なるほどね。これもいいねしておきましょう。へえ、知らなかった。あれなどこ行っちゃった。あれすいません。まあいいや。はい。ごめんなさい。えっ、ー、と、また、そうさんですね。はい、えー。お菓子は生活に絶対不可欠なものではない。えな、ー、くとも人は死にはしない。だ,かだが、えー、だからこそ重要なのだと。書いてありますね。なるほどね。えー、生きるため、栄養のためではなく、楽しむためのお菓子は平和と平穏の象徴なのだ。ブルボンはそれを分かっているのだって書いてありますね。あー、なるほど、なるほど。まあ、あの、そのためにね、やっぱりその、ちょっとこういうプラスチックも必要だっていう感じですかね。はい。いい感じ でございますはいあプレキュアできちゃったはいじゃあちょっと次も読んでいきましょうかはい これは長山さんですかね、えー、高校生ならら、えー、袋1日で食べられるだろううが、えー、他の世代ででははそいいかないんですなんするほどこれはね非常に広島もよくわかりますねはい年を取るとよくわかります職場で分けたり旅行に持って行ったりするとき個別放送でないと廃棄が増えるんですなるほど逆に廃棄が増えちゃうんだフードロスにつながるっていうことはね、えー、自分のスタイルが世界中の人にとって100%正しいわけではない、えー、これを学ぶのが学生の本分だと思うんですということですね、まあそう そうでですねでもこういう訴えを起こすってこと自体はね、なんかまああの別に悪くはないと思うんですよ。何もよくわからんわ。とにかく何も考えずに生きてくわっていう人よりはね、よっぽどいいと思うんで、まあ、こういう方ね、まあ、こういうツイッターとか見てね、学んでいただければなって、広ロは思いますね。はい。えーとですね、あとこれはなんだ、柳さんですかね。えっ、ー、と、頼む。一つずつ放送してくれ。年を取ると数日かけて食べるんだうそうそうそう、<笑><笑><笑>ヒロシはさ、あの仏壇に飾っておいてね、チーンってやってね、ちょっとずつ食べていくんですよね。えー、亀田製菓とブロボンに過剰放送、やめて、高校生訴えね。<laughs> これ <laughs>、これ 普通叫びですね頼む一つずつ放送してくれて <laughs> 年を取ると数日かけて食べるんだって、ほんとその通りだよね。ああ、もう本当に分かる。あ、ほら、いいね、めっちゃんじゃん。ね、これも一応リツイートしておきましょうか。はい。えー、ということで、ね、いろんな意見がありますね。はい。あのだから、ちょっと、あのなんでまあ、このお菓子、メーカー二2つだけなのかなとかね。いやいやいや、プラスチックって実は重要なんだよ。もうグリコ森永事件なんか知らないでしょうね。ねグリコ森永事件ってあれだよ、ね、なんかお菓子の中にどっか毒がなんか入ってたやつだっけ。ね。ああのまあちょっと広島あも昔授業でね習ったという かあのなんか小説でも見たことあるんですけども、まあ、そういう対策は、ね、ちゃんと考えられてる、ね、むやみにこういうプラスチックの放送をしてるわけじゃないんだよっていう、ね、意見が非常に多かったんでねなるほどなーって広ロも大変勉強になりました、はい、だ,だからといってねあの高校生が悪いとかねこの高校生ってバカだ、ね、何をやってるんだいらないことをするなっていうのもそれもちょっと、ね、おかしいと思うんですねまあ別にヒロシがねあの高校生が自分からですねなんか問題意識を持ってね,あのねちょっとこのプラスチックの過剰放送っておかしいんじゃないのっていうねこういうなんか問題提起というかそういう疑問を持つって非常にいいこと なと思うんでヒロシが高校生の時はパッパラパーでなんかよくわかんないけど毎日コンビニでたむろってなんかあのなんかロ,ローソンだけあのねスリーフだったかなのどこだったかなローソンかな いつもなんかかき氷ばっかり食べてましたね。なんか、ミニストップか。ミニストップでね、なんか、なんか、ロミロミだったから、なんか、そういう、なんか、いつもあれパクパク食べて、おいしい、おいしいとか言って、なんか、あの、そんな、なんか、あの、むにゅって、こう、なんか、機械から出てくる、なんか、ソーダみたいなやつをいつも飲んでですね、えぇ、うめ最高、でへへへへっていつも言ってただけで、何にも考えてませんでした。はい。まあ、こういう定期ができるってことはね、すごいいいことだと思います。はい。だから、まあ、あんまり高校生をね、うんまあ、ふざけんなって責めるわけじゃなくて、実はこういうね、あの、なんだろう、実はこういう理由があるんだよって、逆にこうね、 あの今度、なんか、あの教えてあげるって、ね。なんか、今度、あの意見交換をね、なんか、その会社でするって、これ、書いてありますんで、どこだったっけな、えー、っと、これ、なんか、ブルボンさんと、あったあった、ね、企画者高校生は4月28日、亀田製菓29日ブルボンに署名を提出し、意見交換を行う予定だということで、各会社が、ね各会社さんがですね、実はこういう理由なんだよっていうことで、高校生も、はいー、なるほど、知りませんでしたってなるのが、一番理想かなと思いますね。はい、ということでね、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。はい、えー、もしね、チャンネル登録とかね、していただけると、またこう こういうね、なんかニュースやっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いしますで。今回の件ね、なんかコメントとかありましたらどんどん書いてください。結構ヒロシ盛り上がるの好きですし、ヒロシもコメント見てですね、ああ、みんなこういう風に思ってんだってね、ちょっと思うことをね、いろいろ勉強してますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。